旧長崎税関下がり松発出所は、長崎県長崎市にある歴史的建造物、国の重要文化財。東側面長崎税関の発出所として1898年に、竣工したレンガ作り、平屋建ての義用風建築である。建物は北側を正面として立ち、屋根は寄せ棟作り、瓦吹きとする。正面は左右奏章で、 中央部にはアーチ型の出入り口に箇所を設け、両端部はやや前方に突出し、ペディメントを設ける。ペディメントは東側面の後方にも設けられている。内部は中央を検査場、西を倉庫、東を事務室とする。外壁は腰から、下はレンガ席を見せ、上部はモルタル塗り仕上げとする。建物の後方に便所が別棟としてあり、渡り、 廊下でつながっている。建物とともに土地も重要文化財に指定されており、便所とレンガ塀が不指定となっている。明治時代の税関施設の貴重な移行であるが、保存修理は1960年、1972年、1978年に部分的に実施されたものの館全体では行われてこなかった。しかしようやく、 1990年3月19日の国の重要文化財指定を経て、1998年1月から2002年3月まで全体の半解体修理が実施され、春工時の造作への復元も行われた。2002年4月からは長崎市別高校工芸館の施設として一般公開されている。設立は2002年4月10日。 社団法人日本別校協会から寄贈された別校工芸品と税関資料を展示公開する。ありがとうございます。